目視録を表すパトモス島のヨハネ、ヒエロニムスボスがハルマゲドンとは、アブラハムの宗教における、世界の終末における最終的な決戦の地。ヘブライ語で、メギドの丘を意味すると考えられている。世界の終末的な善と悪の戦争や、世界の破滅そのものを指す。ヨハネの目視録16章には、このように書かれてある。 それから、大きな声が聖書から出て、七人の腰に向かい、さあ行って、神の激しい怒りの七つの蜂を、地に傾けよというのを聞いた。そして、第一の者が出て行って、その蜂を地に傾けた。すると、獣の刻印を持つ人々と、その像を拝む人々との体に、ひどい悪性の出来物ができた。第二の者が、その蜂を海に傾けた。すると、海は、 死人の地のようになって、その中の生き物が皆死んでしまった。第三の者がその鉢を川と水の源とに傾けた。すると、皆地になった。それから、水を司る、腰がこういうのを、聞いた、今まいまし、昔言いませる聖なるものよ。このようにお定めになった、あなたは正しい方であります。生徒と預言者との血を流した者たちに、 地をままませになりりしたがそれは当然のことであります私はまた祭壇がこういうのを聞いた。全能者にして、主なる神よ。しかり、あなたの裁きは真実で、かつ正しい裁きであります。第四の者が、その場地を太陽に傾けた。すると、太陽は、火で人々を焼くことを許された。人々は、激しい炎熱で焼かれたが、 これらの災害を支配する神の行命を汚し、悔い改めて神に栄光を置きすることをしなかった。第五の者がその蜂を獣の座に傾けた。すると、獣の国は暗くなり、人々は苦痛のあまり下を噛み、その苦痛と出来物とのゆえに天の神を呪った。そして自分の行いを悔い改めなかった。第六の者がその蜂を大雄フラテ側に傾けた。すると、 その水は、日の出る方から来る王たちに対し道を備えるために、枯れてしまった。また見ると、竜の口から、獣の口から、偽予言者の口から、カエルのような三つの汚れた霊が出てきた。これらは、印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼らを召集したが、それは、全能なる神の大いなる日に、戦いをするためであった。三つの霊は、 ヘブル語でハルマゲドンというところに王たちを招集した。第七の者がその街を空中に傾けた。すると大きな声が聖書の中からギョザから出てことはすでになったと言った。すると稲妻ともろもろの声と雷鳴とが起こりまた激しい地震があった。それは人間が地上に現れて以来かつてなかったようなものでそれほどに激しい地震であった。 大いなるとは三つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神は大いなるバビロンを思い起こし、これに神の激しい怒りの武道酒の逆きを与えられた。島々は皆逃げ去り、山々は見えなくなった。また一タラントの重さほどの大きな氷が天から人々の上に降ってきた。人々はこの氷の災害のゆえに神を呪った。その災害が非常に大きかったからである。 ヨハネの目視録16章1節から21節、キリスト教終末論には、相違点がある。二つの終末戦争を、ハルマゲドンの戦いと、ゴグマゴグの戦いについて、全千年王国説では、二つの異なる戦いとし、無千年王国説と、あと千年王国説では同一の戦いとする。岡山英雄は注意すべき点として、獣土地上の王たちとその軍勢と、 キリストとその軍勢への戦いであること、戦いの武器は、鋭い剣、神の言葉であること、この戦いによって、すべての悪が滅亡するのは、目的の一つに過ぎず、キリストの花嫁である教会の結婚こそが重要で、あるとする。最後の七つの災害が満ちている七つの鉢を、持っていた七人の五死の一人が来て、私に語っていった、さあ、来なさい。 子羊の妻なる花嫁を見せよう。ヨハネの目視録21章9節小山霊児は、悪霊の支配下にある地上の支配者たちとの軍勢と、主の軍勢との戦いであるので、この世のいかなる戦争とも異なる戦いであり、メギドの丘で行われるわけではなく、悪とその勢力が滅ぼされる、キリスト勝利の戦いであるとする。奥山実は、春と、 メギドという二つの言葉からできている。この語は、虐殺の丘を意味し、竜であるサタンと獣である独裁者と偽予言者からの悪霊に集められた者が、主の軍勢と戦い、子羊の軍勢が勝利すると説明する。ウィリアム・ヘンドリクセンは、ハンキリストのリーダーシップのもとに、汚れた者たちが、教会に恐ろしい迫害を加える時がハルマゲドンで、あると教える。ヘンドリクセンによれば、 反キリストは目的を遂げられず、邪悪な者たちの軍勢に、神の怒りが注がれ、悪魔が人用の池に投げ込まれるという、ハルマゲドンの後に起こることについては、教派によって解釈が異なる。ハルマゲドンは最後の審判と直接の関係はないが、キリスト教の教理では、最後の審判の後に、キリスト者にとって天国に行く、喜びの時だが、不審者は地獄に落ちるとされる。 しかし、臆病なもの、信じないもの、意むべきもの、人殺し、勘引を行う者、まじないをするもの、偶像を拝むもの、すべて、偽りを言うものには、人用の燃えている池が、彼らの受けくべき報いである。これが、第二の死である。ヨハネの目視録二十一章八節目ギドの丘からの、長望。北東の方角にいずれるダニとタボル山を望む。比較宗教学によれば、 アブラハムの宗教における世界の終末における最終的な決戦の地を表す言葉。ヘブライ語でメギドの丘を意味すると考えられている。メギドは北イスラエルの地名で戦略上の要衝であったため古来より幾度も決戦の地となった。このことからメギドの丘という言葉がこの意味で用いられたと考えられている。世界の終末的な善と悪の戦争や 世界の破滅そのものを指す言葉である。歴史上、ハルマゲドンを含む終末思想は、しばしばカルトの信者獲得や、教祖の自己実現に利用され、安く、アメリカ合衆国でのブランチダビディアンによる事件や、日本での地下鉄、サリン事件など、オウム真理教による一連の事件などドゥームズでカルトを引き起こすことが少なからずあった。デビアタンによる破壊。 ギュスターブドレのサシ絵 SF 小説、SF アニメ SF 映画など、サイエンスフィクション作品、特に週末ものにもこの構図は使われ続けている。後藤勤の著書による、ノストラダムスの大予言本が、ブームになり、オウム心理教が、競技において、ハルマゲドンの到来を主張し、1995年の、地下鉄、サリン事件以降、ワイドショーでたびたび報じられ、幅広い年代にまで、 誤った。ハルマゲドンが広く知られるようになった。ありがとうございます。